どうも皆さんこんにちは。今日は腰痛に効くストレッチ、腸腰筋のストレッチをご紹介します。まずは端を前にやります。で、こっちは曲げたままですね。そしたら今度は体を前に倒していきます。そしたらここの股関節の前のところがどんどん伸ばされていきます。これを左右交互にだいたい30秒ずつぐらいやっていきます。腰痛を持っている方におすすめなので、ぜひ家でも試してみてください。